はい、どうも。久しぶりに Wii Fit をやったら、前回より体重が 3.8 キロ増えていますという表示を下って、非常に落ち込んでいる中年オタキであります。中年太りのシーズンになってきております。今日は開通したばかりの、新名神高速道路の鈴鹿パーキングエリアからお送りしております。桜のね、開花がね、ちらほら、聞こえてきておりますので、ちょっとはいつもと路線変更して、今日はまあ、初心者向けなんですけど、初心者向けに、桜の撮り方というのをちょっとやっていきたいと思います。それでは本編スタート。タイトルの桜はこれね、多分河津桜ですね。ミノルタの、フィルムカメラで撮影しまして、でコダックのね、ゴールド200っていうフィルムを使ってます。ミノルタのレンズのね、色のりも非常によろしいんですけども、コダックのフィルムはまあ、ネガでもね、しっかり発色するんだなと。またデジタルとちょっと趣向が違う、流暢感とかもありますしね。まあそんな感じですけど、で今日、まあ僕自身はね、桜の写真あんまり得意じゃないんです。でまあ得意じゃないんですけども、まあズブな初心者に比べたらちっとはマシな写真撮るかなと思いまして、この企画を考えました。で、桜のね、写真をまあいい写真を撮る、まず一番のポイントはやっぱり下調べでしょうね。もちろん、どのぐらい咲いてるか、ね、情報を仕入れるというのもありですし、で事前に、行ってみて、ここならこういう感じで写真が撮れるっていうイメージを膨らますのがいいと思います。まあ、とりあえずね、どんな写真を撮っていくかというね、写真、まずね、ありがちな写真から紹介していこうと思います。2枚ほど、ありがちな写真を紹介します。まあね、これでもいっちゃいいんですよね。桜綺麗に、綺麗、まあ桜ってね、そりゃ誰が見ても綺麗なものなんで、普通に撮ったら普通に綺麗です。ただね、これじゃどこの桜かも分かんないし、変化がもうちょっと欲しいわけですよね。まあ、とりあえずこれ誰が見ても綺麗な桜だなって言うとは思うんですよ。でちょっとひねりを加えて行ってみたら、次のような写真になります。2枚ほど紹介します。まず1枚目ね、1枚目この写真どんちょしょうれ、すいません。これちょっとね、実は雨の日、雨だったんですよね。残念なことにね、チャンスが雨の日がなくて、奥の方にね、これ、鯉のぼりが見えてるんですけど、で、手前に桜が咲いてると。桜だけ撮ってもね、面白くないんです。2枚目もそうですけどね、2枚目はね、橋沼っていう、群馬県の橋沼っていうところで撮ったんですけど、桜が、まあ、手前に映ってて、まあ、沼っていうか池なんですけど、池が映ってて、奥に桜並木が見えると。奥行きのある写真になってるんですけども、これもね、僕としてはちょっといまいちだったなっていう、ちょっと満開手前だったのかな。で思いっきり咲いてなかったんで、結局ね、その最初に言いました下調べが大事っていうのは、まあそこなんですね。私の場合はね、たまたま行ったところでたまたま撮るっていう、もうスタイル、仕事上もうしょうがないんで、まあこんな感じになっちゃうんですけど、この雨の日だってもそうですけどね、これ雨の日、桜満開だったんですけど、雨降ってたんで色が良くないんですね。まあ、その下調べで、まあ天気のこともそうですし、その咲き具合もそうですし、その辺は非常に大事だと思います。あとね、機材の、上で大事なポイントって言うと、やっぱりね、PL フィルターだと思いますね。こいつです。
真っ黒真っ黒なんですけど、で PL フィルターね、新品で買うとね、3、4000円します。必ずね、そのフィルター系を確認して購入してください。で、フィルター系に合ったもの。で、これね、CPL フィルターに回るんですよ。でね、メーカーによっては、このマークがついてるのがあります。見えるかな？この三角形のマーク。ね。これがね、上です。これ上で撮る、このマークがない場合はファインダーを除いて一番明るくなったとこが上やったと思います。確かちょっと分かりにくいんですけどね。これ日中じゃないと分かんないのかこの時間では分かんない。この PL フィルターっていうのはね、どういう作用があるかっていうとね、まあ、言った反射光をカットしてくれるんですね。PL フィルターは他にもね、使い方があって、水面の中のね、魚を映すときとかに水面の反射をきれいに撮ったりもするんですけど、これをつけることによって何が、変わるかって言ったら、花びらにね、光が当たった光とかの反射をね、カットしてくれる。要は、花びらの色をね、より忠実に再現してくれるんですね。で、あとは、空の青空とかもね、空気中にはその乱反射した光がいっぱい飛んでるんで、その反射した光をカットしてくれて、空の青がより際立つ青になります。デジタルカメラの場合は後から補正もできるんですけども、まあいきなりね、綺麗な写真を撮ろうと思ったらやっぱ PL フィルターかなり有効です。でレンズはね、僕的には別に何でもいいと思ってます。ズームレンズでも単焦点レンズでも。だから、今ね、お持ちのキットレンズ、まあ大半のね、初心者の方がキットレンズを買ってると思うんですけども、キットレンズでいいと思いますし、で、まあ例えば1855の、キットレンズ、APS-C カメラの場合、1855のキットレンズついてると思うんですけど、最初は大体ね。で、背景をぼかしたい。まあ、これ確かにちょっとね、こいのぼりボケてますけど、これは2470F4 っていうレンズで撮ったんですけど、背景をぼかしたいときはできるだけ長いズームを長い側、望遠側にして絞りを開放側で撮るとか、工夫してみてください。で、桜並木がずらずらって並んでるところを撮るときはやはり望遠側で撮った方がいいと思います。で、手前の木が入るように一生懸命下がって防衛で撮る。そうすることによって後ろの桜がね、迫って見えます。だから広角側で撮るとどうしてもね、分散して撮れてしまうんで、桜が寂しくなっちゃいます。だからできるだけ望遠側で並木を撮るときはね、奥行きの奥にいっぱい桜が並んでいるような状況で、桜が並んでいる場合は望遠側で撮った方がいいと思います。で、今回その僕のアドバイスなんですけども、まあ桜撮る桜撮るのも下手っていうのもありますし、でそのプロカメラマンでも何でもないんでね、もしもっと深く知りたい人はね、やっぱり本とかを購入して研究した方がいいとは思います。ちょっと簡単にね、説明するとこんな感じになるということだけご理解いただければと思います。今日の動画はそんな感じです。まあちょっと今後どうしようかなっていうのもあるんですけども、まあいろんなカメラがまたね、さっきちらっと見せましたけど、これね、ソニーさんのね、アルファネックス6だったかな。これツイッターとかインスタグラムではつぶやいてますけど、ジャンク品を購入してきました。カメラの北村さんでね、200円でした。200円でね、まあ、ちょっと古いですけどね、ミラーレス一が買いました。バッテリーはついてなかったんですけど、バッテリーは以前から持ってるやつ突っ込んだら、そうですね、一発目の写真がね、5、6回に1回エラーが出ます。で、叩いたら、だいたい動くような。最初はね、エラー出まくりだったんですよ。で、叩いたらね、その、5、6回に1回エラーが出るぐらいに、収まってて、今日はエラー1回も出てないのかな？どうやろう？ちょっとやってみようか。あ、エラー出た。まあこんなもんだ。まあね、十分ね、エラーが出ても一応写真撮れてるんですよ。で、こんな美味しい、カメラも、購入しました。ほんでね、ずいぶん前にね、もう紹介しましたけど、このカメラ、買いました。これはね、
EOS5D の Mark III です。もうツイッターでも随分前に購入しましたっていうことを書いたんですけど、ちょっと、写真をね、撮ってお金もらったまにお金もらう仕事してるんですけど、そのスポンサーさんがですね、僕は EOS5D の Mark I でちょっと苦労してるのを見て、たまりかねてちょっと資金を融通してもらいました。で、もらったわけじゃないんです。その人の仕事をやんなくなったら返せよって言われてます。だから借りてるんですね。大事にしなきゃいけない。そんな感じです。ちょっと美味しい思いをしたんでね、どうしようかなと思ったんですけど、まあ写真的にはね、あんまり撮ってないんで、画質はどうかわかんないですけど、まあ 5D Mark I とその Mark III を比較した場合、まあ明るいところで撮ったら僕の目ではそんなに差は見えないです。画質的にはね。マークワンでもまあ全然いいとは思うんですけど、大量にショットをした時の、処理速度が遅かったりとか、やっぱオートフォーカスの食いつきが悪くて、レスポンスが悪いんで、マークワンではちょっとお仕事カメラとしては向いてないかなっていう感じでした。まあ、今日の動画はそんな感じです。ちょっと適当な動画になっちゃいましたけどね、桜の写真を撮るのが苦手な人間が桜の写真のレクチャーをするという、ちょっと暴挙に出てしまいましたが、ちょっとでも参考になったら、いいかと思います。ちょっとでも参考になるようでしたら、いいねボタンとか押していただければと思います。あと、また、ちょっとペンタックスのね、カメラの紹介、ね、早くペンタックスの紹介してくれっていうコメントも、まあ、入ってきてるんですけど、ちょっとね、後回しになってしまいました。すみません。次あたり行くかな。そんな感じです。また、今週なんとかまたアップできました。来週どんなかわかりませんが、次の動画をまたチャンネル登録してお待ちください。それではまた失礼します。